ゴルフネット TV をご覧の皆さん、プロゴルファーの安田優香です。プロゴルファーの坂田雅樹です。今回は私がやっている練習法を紹介します。そこで私が解説いたします。ぜひご覧ください。まずはジャイロスイングを紹介します。ジャイロスイングは小さい頃から取り入れている練習法で、今でもしています。ジャイロスイングはこれよりもう少し低いティーを使うんですけど、足をちょっと斜めに開いてもらって、こうやって打ちます。少しドローのボールが打てたらいいんですけど、右に行ってしまうときは、体が開いてしまったりして左に巻き球が出てしまう時は手打ちになってしまっていると思うので、これでまっすぐ打てたら上出来かなと思います。今打ってもらったジャイロスイングなんですけれど、基本的にどういう動きをするかっていう説明をしたいと思うんですけれど、ジャイロスイングってその言葉の通りジャイロ、要するに回転運動ですねっていうことなので、スタンスをこうやって縮めることによって横に対するウエイトシフトとかいうのじゃなくて、その場で回転するっていう運動になります。なのでちょっと一回構えてもらっていいかな。でこの状態で例えば横にスウェイする、はい、ってなると当然バランスが崩れちゃうので、戻ってその場で上げる。でそのまんまフィニッシュも同じような形を取るっていうのが、このスタンスを縮めることによって打てるというジャイロスイングです。今アイアンを打ってもらいましたけれど、これがドライバーであるもそうですし、スリーウッドにしろ全部の番手でもこの坂田塾のこのジャイロスイングっていうのは一貫性の振り方なので、振り方は同じなのでドライバーも同じようにやってください。ぜひやってみてください。次に私がしている練習法を紹介します。朝の練習とか、終わってからもなんですけど、ぜひご覧ください。ゴルフネット TV をご覧の皆さん、プロゴルファーの安田優香です。今回は私がしている練習法を紹介するので、ぜひご覧ください。